李筆都県市政27年7月29日は、朝鮮、高来の政治家、受学者、詩人。署名は、これを公、やけ、字は、中を思う。号は益祭。死号は文忠。朝鮮における趣旨学普及に努めるとともに、元との関係調整に尽くして、高来の存続に尽力した。兼業少女を、李の子として、慶州に生まれる。十四歳で科挙に合格し、 22歳で、芸文春秋館に入る。また、朝鮮における朱子学の祖である素人外生の、門弟となる。1320年、このただし宿王に位を譲っていた前、王中戦王が、滞在中の元において、突如残言によって捕らえられて飛ばへと流される。これを機に一部の親元派公館が、権力の拡張を図り、 1323年には、高麗の元への併合の申し出が行われた。これを憂慮した、リヒト主権は、元の制度に対して、高麗併合は、元の長期的利益にはならないことを解いて、計画を中止させた。また、この年には遠く、チベットへと旅立って、ただの部を見舞っている。1339年。 ただし、宿王が亡くなり中、慶王が立つと、元の信頼の低い中、慶王の範位を計画する、親元派の格索で王が二度にわたって元軍に捕らえられると、元の宮廷に出向いて、王を弁護した。その後、京敏王が即位すると、県進党交渉ごとに任じられ、1356年に、近所公文家事中に任じられて、最小の任を帯びた。翌年には引退して、 著作活動に専念したが、大事の際にはたびたび王から諮問されたという。死の7年後には、教瓶王病に合詞された。儒学者として、多くの門人を育てて、朱子学の普及に努める一方、たびたびの元訪問を通じて、多くの文人と交わった。また、中列王から正し祝王までの三代の実録や、国史の編纂などに従事したが現在では、散逸している。 現在では、随筆集、くぬぎおきなびえ説、四分州エキサイランワラが現存している。ありがとうございます。